皆さんこんにちは。最近大きな怪我をしてしまったボートレーサーといえば、皆さんは誰を連想しますか？今回は直近の2024年2月11日に自身の SNS で骨折という大怪我を報告して話題となっている森永純選手についてご紹介したいと思います。森永純選手は1981年1月1日生まれ、登録番号4072、86期、佐賀県出身で佐賀支部に所属している A1 級ボートレーサーです。森永純選手は高校時代まで医療関係で就職することを目指していたそうですが、ある日自宅にいた夏の日に競馬中継の後に流れた玉川競艇場でのレース中継を目にします。そのレースの光景に衝撃を受けた森永純選手はボートレーサーになりたいと心から思ったそうです。その後養成所を受験して86期のボートレーサーとしてデビューを果たします。森永純選手の86期の同期には中野次郎選手や金田幸子選手、原田篤選手、吉田俊彦選手など今でもトップレーサーとして活躍しているベテランも多くいます。養成所卒業後、2000年5月に唐津競艇場で行われた九州スポーツ杯争奪戦競争の1レースにて森永純選手は念願のデビューを果たしました。養成所時代からハンドルさばきへ安定したレースに定評があった森永純選手はデビューから約1ヶ月後の2000年6月福岡競艇場で開催された山笠特選レースにおいて5コースから展開をついた鮮やかなまくり差しを決めて早くも初勝利、水神祭を飾ります。その後2001年12月には常滑競艇場で行われた第3回 JLC 杯争奪競争で初優出を果たすと、2002年1月には津競艇場で開催された第16回新鋭王座決定戦競争にて G1 初出走も果たします。グレードレースの常連になりながら2003年には A2 級への昇格を決めるも、なかなか優勝を手にできない日々が続きました。しかし2004年4月に福岡競艇場で開催された G3 新鋭リーグ戦競争第4戦においてインコースからしっかりと逃げを決めて悲願の初優勝を成し遂げました。その後は2004年から A1 級へ昇格してトップレーサーの仲間入りを果たすと、2004年8月には蒲郡競艇場で SG 初勝利、2008年7月には下関競艇場で G1 初優勝と着実に実績を積み上げていきます。2013年後期には B1 級への降格を経験するものの、すぐに A1 級へ昇格し、そこからは現在に至るまでほぼ A1 級をキープしています。2009年には通算500勝、2016年には通算1000勝、2023年には通算1500勝も達成し、特に一般大会では30回以上の優勝歴を誇る紛れもないトップレーサーの一人です。さらに20年を超える現役生活を通してほとんどの期で勝率は6点台から7点台と高水準を記録しており、ベテランレーサーの中でもかなり安定した成績を収めているのも特徴的です。森永純選手はそんな高いスキルを持ち合わせつつ、ユニークで明るい一面も持ち合わせています。大会の勝利者インタビューなどにおいては淡々と語る選手が多い中で、森永純選手はもううねりなんか知らんと思ってターンしました、届かず進まず曲がらずで諦めかけましたなどと独特の言い回しでインタビューに答える姿が何度も見られています。また SNS 上では森永純選手が小さな女の子と向き合ってノリノリでダンスをしている動画が投稿されています。それはある一般の方が森永純選手の1500勝記念のハウストーナメントイベントに参加して娘さんと一緒に森永純選手に会い、森永純さんは4歳のテンションに付き合ってくれるとっても素敵な方、二次会のビンゴ大会で篤さんのユニフォームが当たったよと嬉しそうに報告されていました。ちなみに森永純選手はアイドルグループ桃色クローバー Z の大ファンとしても知られており、
彼女たちのファンの通称であるモノノフとしてインタビューなどで言及することもしばしばあります。2024年1月に桃色クローバー Z のリーダーである桃田加奈子さんとキンキキッズの堂本剛さんとの結婚が報じられた際、森永純選手は下関競艇場で開催された大会に出場しており、その後に出場した尼崎競艇場でのインタビューでは、加奈子ロスで下関はダメでしたと苦笑いしながら語っていました。ただ森永純選手の推しは桃色クローバー Z の玉井しおりさんだそうで、自分にはしおりんがいますと言いながらレースの励みにしているようでした。そんな森永純選手のレーススタイルは、一番にインコースでの勝率の高さが挙げられます。直近のインコース成績では1着率 70%、 3連対率 96.6% と、かなり逃げや船券絡みの信頼度が高い数字を残しています。また2コース成績も非常に高く、1着率 30%、 3連対率 88% と、こちらも高水準をマークしています。さらにその他のコースでも3連対率は 50% 程度あり、どのコースからでも船券に絡める技術を持っています。平均スタートタイミングは 0.15 から 0.16 程度と、 A1 級の中では早い方とは言えませんが、スタート事故はかなり少なく、安定したレースにも定評があります。 SG 常連レーサーの中に入ると少々見劣りしてしまいますが、一般戦や G3 レースではかなりの確率で船券に絡み、たびたび優出や優勝を収めているレーサーでもあります。何よりも平均スタートタイミングがどのコースでもほぼ同じで、安定してスタートを決められることから、船券を買う側にとっては予想しやすい選手の一人でもあるでしょう。そんなユニークで実力者の森永純選手ですが、直近の2024年2月に大きな怪我を負ってしまったようです。2024年2月11日の夜に、森永純選手は自身の SNS を更新し、あまりに痛かったので病院に行ったら骨折してましたと語り、しばらくお休みですと直近の欠場も明らかにしました。その後も初めての本格的な骨折、バリ痛いやんと怪我の深刻さも報告されています。森永純選手がその直前に出場していたのは、2024年2月4日から2月9日まで芦屋競艇場で行われた G1 第70回九州地区選手権競争で、最終日には8レースに出場して5着に敗れています。その大会では9走中1着が2回、他は4着以下と、あまり成績が振るわない状況ではありましたが、レース中に骨折を感じさせるような動きは見られませんでした。最終レースでも最終ターンマークで手をバタつかせていたものの、乾燥していることからレース中の怪我ではないようにも思えます。そもそもすでに骨折していたとしたら、レースに出られる状況ではないはずなので、最終レースで何らかの接触があったか、レース後にレース以外で怪我を負ったと考えられます。しかし怪我の原因については本人からも競争会からも未だ発表されておらず、現状は森永純選手の回復を願うばかりです。この森永純選手の SNS での怪我の報告に、ファンからは、森永選手ご自愛ください、お大事にと心配の声が上がり、何しておれたんや、しばらくダーツもできんな、お大事にと森永純選手の趣味であるダーツに言及しながら、明るく心配を投げかける投稿も見られました。ちなみに森永純選手は過去にも大きな病気を経験しています。選手になってグレードレースで活躍するようになった頃、脳脊髄液減少症という病を発症しました。この病は凄まじい頭痛やめまい、耳鳴りなどが症状で、これを原因にいくつかレースを欠場した経験もあります。その後この病気に関しては手術を行って、徐々に回復はしているようですが、簡単に完治する病気ではなく、この病気とも戦いながらレースに出場し続けているそうです。そんな中で森永純選手は、不甲斐ない自分を導いてくれたとボートレースへの愛をたびたび語っており、病気をはねのけながら水面を走っています。今回の骨折に関しても、早く回復して再びグレードレースの水面に戻ってきてくれることを期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。